よし、続きからだ。前回アラジンのところ終わったのか。何かのきっかけで友達の名前を思い出せると思うよ。そうだといいな。もういたよ友達か。そんな子がいたなんて初めて聞いたよ。俺も初めて聞いた。ね、ワンの時には一回も出てこなかったからね。さあ、あと二つだね。まあ、モンストロの方が確か後だ。あれ、どっちが先だっけ？あれ、どっちだっけ？え？忘れちった。まあでも、まあごめん、これ忘れちゃったから、ハロウィンタウンの方が格好とかが好きだから、ちょっとモンストロ先に行かせてもらうわ。お先にモンストロに行きます。ピノキオとかゼペットじいさんいんのかな？でもピノキオとかゼペットじいさんはジミニーのことは覚えてんのかな？うわ、懐かしい。気持ち悪い、このワールド。気持ち悪い。なんだか不思議な場所だな。足元は柔らかいし、変な匂いもするし、一回来てんだろ。でも、あったかいよ。お昼寝するのにちょうどいいぐらいだと思わない？おい、やめろ。クジラの中だぞ。ああ、のんきだ。違うな。誰だ？誰だ？あ、ピノキオ。ここはね、怪物、クジラ、モンストロのお腹の中なんだよ。この声は、さては、ピノキオ、ピノキオだね。出ておいで。ピノキオ。あは、バレちゃった。こんなところでジミニーに会うなんて思わなかったよ。ピノキオ。ん？私が誰だか忘れたのかい？私は君の両親なんだ。両親はいつだって君の行動を見つめている。いつかそう教えたはずだよ。うん、覚えてる。だから僕、ジミニーのいない間、いい子にしていたよ。覚えてるんだ。嘘なんて一つもつかなかったんだ。嘘だね！あ！やれやれ。それで教えてよ。みんなどっからモンストロに入ったの？俺たちちょっと特別なやり方でここに来たんだよな。おい、実は僕たちもうまく説明できないんだよね。そうなんだ。お父さんと一緒に外に出られると思ったのに。なんだって？ゼベットじいさんもここにいるのかい？うん、奥にいるよ。こっちだよ。おい。なんか、平和な感じがするな。特になんか問題なさそうな感じがする。うわぁ、広い！やだ！広い！ただでさえモンストロ迷ったのに、広いこんなの。ああ、やだやだ。あ、なにこの時計？これ何？あ、止まるのか。あ、止まったのに当たった。あ、止まってる！オッケーかな。これで全部倒したね。ビッシュスター手に入れた。しかも結構強いね。まあ、どこにはめようかな。こことここでコンボできるから、まあ、この辺、どうしよう。どの辺にはめようか。この辺に入れとくか。オッケーかな？ちょっと待てよ。で、これとこれを交換すれば、こう、こう、こうでコンボできて、こう、こう、あ、これとこれ、こう、ん？待てよ。ポン、ポン、ポンでできて、ポン、ポン、ポンでできるね。で、ポン。待って、なんか4、そうね、1になっちゃうけど、まあ、いや、どうしよっかな。でもパワーオブヒーローの方がちょっと強いのか。これ入れとくか。オッケー。あ、しかもちょうど650だ。オッケー。よし。じゃあ最初こっちから行こうかな。どうしよう。そう、モーグリのやつとかどうなるんだろう。セーブで、なるほどね。こういうの使えばセーブできるんだ。宝箱があるルーム。モーグリと、モーグリとカードの交換ができる。ちょっとやってみよう。カードの交換？
なんだそれは。あー、いる、モーグリだ。ちょっと先に周りのやつ攻撃して破壊するね。あ、何も出てこねえや。モーグリだから、あ、モーグリだから何も出てこないんだ。なるほど。あ、でも出てきた。モーグリ何やってんの。こんにちは。モーグリショップはカードの売買を行うモーグリたちのお店です。いらなくなったカードを渡してモーグリポイントをもらい、たまったモーグリポイントで新しいカードパックを買うことができます。初めて立ち寄ったショップではカードパックをプレゼン。カードパックあげるクパー、ありがとう。なるほど、あ、こうやってもらえる。あ、へえ、こうやってもらえるんだ。なるほどね。あー、どれがいいかな。ラストリゾート、まあ、キングダムチェーンもいいけどな。デザイアランプちょっと弱いな。1はちょっと弱いな。じゃ、キングダムチェーン5もらっとくか。あー、なんだ、もらっとくけど全部もらえるのか。あ、ポイント、カード、あ、ちょっといらないのとかちょっと売ってみようか、じゃあ。これを、あ、1とかを売れるんだ。貯める。あ、こうやって売れるんだ。まあ、1とかあんま使わないからな。もう2とかも使わないから、ちょっと売ってっちゃおうかな。オッケー。で、カードパック買ってみるか。あ、100ポイントで買えるんだ。あ、なにこれ。あ、これは全セットみたいな感じ？え、なんでこれが一番高いの？魔法だから。どうしよう。ちょっと魔法買ってみようかな。あ、どれにするみたいな。じゃあ、一番角で。一番角って全部角だわ。あ、ブリザード。あー、こうやって。あー、いいね。あ、じゃあ魔法買ってってみようかな。あ、すごい。ジニめっちゃジニ出てきた。なるほど、こうやってできるのか。あ、これは楽しい。はい、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 はい。うわー、ちょっとブリザード欲しいな。ブリザード結構強いからな。あべ、結構なくなってきてる。はい、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 はい。なるほどね。あ、これ全部なくなっちゃったと。へえ、こういうのも買っていけるか。全部買ってってみようかな。買えそうじゃない？あ、いいね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 。で、これは？はい、はい、はい、はい。あ、微妙だな、これはちょっと。次は？はい、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 はい。微妙ですね。これも微妙ですね。武器系はちょっと微妙だな。9とか出てくんねえの？おー、来た！ 8！ いいね、8だし、しかもこのなんか光ってるやつだと、なんかそのコストが下がるっぽいね。うわ、しかも0も来た！ 0 もいいね。0もちょっと欲しかったんだよな。オッケー。で、これ緑なんだ？ 150。緑って何なんだ？こういう系か。なるほど、なるほど。いいね。全部買えるかな。はい、はい、はい、はい。で、次は？あ、これ結構強くなるんじゃない？あ！お、来た！ 9!9 のポーション！いいね。まあでも、その分コスト高いんだろうけどな。あ、6、いいね。はい、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 はい。なるほど。で、最後の、この全パックみたいなやつ。これも買ってってみようか。ああ、なるほど。あ、8のシンバ。いいね。やばい、なくなりそう。あ、全部魔法かと思った。わ、1のブリザードか。まあでも、まあまあまあ、でも、ブリザードもな、全部コンビネーションに使っちまえばいいんだもんな。ああ、ああ、なるほど、なるほど。これは最後。全部変えたな。あ、ゼロのケアルとゼロのパワーオブヒーローか。あー、ゼロもな。まあ、跳ね返しと思えば確かに確実に回復できるってのがあるのか。あー、これは面白いわ。で、まあ、ちょっととりあえず、ポイントを売っちゃおうかな。オッケー。まあまあ、だいぶいいデッキになった気がするわ。割と。まあ、どうなんだろう。これが合ってんのかわかんねえけど、ブリザが3回使えるわ。これ強えからな。で、この二人がね、コスト低いのが助かる。あと、この辺もね、強えんだけど、コストが下がってんのがいいよな。オッケーかな。こんな感じかな。まあ、もうちょっとね、入れたいのとかあるし、クラウドもちょっと外しちゃったんだけど、まあまあまあ、ちょっと仕方ないね。とりあえずって感じで。オッケー、行こう。
まあ、これでダメだったらもうちょっと変えてみよう。うわ、この潜りルーム楽しいな。でももうちょっと進んで強いところで潜りのカードを開いてみるってのもありなんだろうな。オッケー、じゃあとりあえず、まあ、うん、この辺使っていくか。オッケー。このデッキが強すぎる。特にブリザが3回使えんのが強い。マジで。これでいこう。なんかカードが手に入るみたいだから、これは。さ、ということで、倒していきましょうか。とりあえずあっちはまだちょっと開けなかったから、違う方かな。こっち行ってみるか。こっちは行ってみるか。ってかもうこっちは行ってんのか。あれ、あっちか。そうだそうだ、モーグリのところ。もうモーグリのところで買えないよね、さすがに。あー、全部売れてるね。オッケーオッケー。いや、ちょっともう一回モーグリポイント貯めて、ちょっとあれだな、もう一回ちょっとモーグリのとこ買いてえな。面白かったな、あれは。さすがに。ちょっとこれをいこう。攻撃力を倍にしてね、敵を倒そう。OK。なんだこれ、何こいつ、気持ち悪い。なんか出てる。OK。とりあえず全ステージの敵は倒して、ここが進めるから行きましょうか。めっちゃ入れなきゃいけない。これか。オッケー。さあ、進もう。大変だ。敵はたくさん倒さなきゃいけないからな。お、ゼペットじいさんじゃん。懐かしいな、ここも。ワンだったらここが入り口だったな。ゼペットじいさん。出た。元ヤンゼペットじいさん。久しぶり。おやおや。ジミニーじゃないか。一体またどうしてここへ？私が聞きたいぐらいですよ。時計職人のあなたがなぜクジラのお腹の中に？うむ、話せば長いんじゃが。あ、話すんだ。長いんですか？イエルスとピノキオを探して海に出たら、モンストロに丸飲みされちゃったんだね。またピノキオ揉んで起こしたのか。ところが、運よくお腹の中でピノキオに会えたんだよ。わあ、運よくって言ってあげれるあたり、優しいな。だけど、ここから出る方法はわからないんだろう。ずっと閉じ込められるなんて辛いよな。なーに、ピノキオがいてくれるさ。ピノキオは、わしの大切な子供だからね。一度離れ離れになった大切な相手と出会う、また出会う、こんなに嬉しいことはないよ。ゼペットじいさん。うん、わかる。もし一生ここから出られなくても、ピノキオがいればわしは満足だ。あの子はとてもいい子だからね。ゼペットじいさん、優しいな。でも、すぐ嘘をつく癖は治っていないようですね。私がついていれば。気にしすぎだよ、ジミニー。優しい。何それ。あれ、そういえばピノキオはさっきまでいたのにね。どこに行ったんだろう。うむ、また出かけてしまったか。最近あの子はモンストロの体内をあちこち探検しているようなんだ。危ないからやめろと言っても聞いてくれん。理由を尋ねても黙っていてね。また問題起こしてんだな。やれやれ、困った子だ。そら、すまないが。わかってるって。ピノキオのことが心配でたまらないんだろ。ドナルド、グーフィー、探しに行こう。またー、俺だけは首を横に振ります。導きのカード。ハイジャンプを覚えた、ここで。一回転して通常より高いとこまでジャンプします。他は同じようにここでもハイジャンプを覚えるんだな。まあまあまあ、ハイジャンプっちゃハイジャンプなのか？わからんな。ここだっけ？あ、違う。また探さなきゃ、扉。
あったー、ここだ。オッケーオッケー。まず、待て。まあ、これの、まあ、これを入れて、の、あと5枚入れなきゃいけないの？まあ、これと、まあ、あとこれか。オッケー。さあ、導いてくれ、俺を。何が待ち受けてるんだい？というか、ピノキオはいたー。お前、また食われるぜ。あ！何やってんだ、こんなとこで。ピノキオ、ダメじゃないか。一人で出歩いたら、ゼペットじいさんが心配するぞ。それに、ジミーにもね。ごめんなさい。おー、ちゃんとごめんなさい言えるんだったらいいぞ。なあ、どうしてこんな場所に？何か用でもあるのか？そうそう、宝探しだよ。宝探し。お前、大嘘じゃねえか。ほら、また嘘をついたな。だって。まあまあ、地味に、そんな怒らないで。ねっ、ピノキオ、ひょっとして、本当のことを話したら怒られると思ってるのかい？そんなことでいいんだよ。君が思うことを正直に話せば、きっと僕らの心に伝わる。僕らを信じて話してみてよ。うわ、今回、チェインオブメモリーズ、グーフィー大活躍だな。ピノキオ、出口を探してたんだ。うん、なるほどな。お父さんは出られなくてもいい。って言うけど、僕が家出したせいで、モンストロに飲み込まれたんだ。だから、お父さんを外に出してあげたくて、出口を探してて、そうなのか。でも、そんなことしたら、お父さんを心配させると思って言えなくて、優しいじゃねえか、ピノキオ。そうだったのか。それで嘘。優しいから、嘘をついちゃったんだね。うわぁ、グーフィー、なんか、グーフィー今回深いなぁ。それは、それなら、次は勇気だ。え？言いにくいかもしれないけど、勇気を出してゼペットじいさんに正直に話してごらんよ。ピノキオの気持ちが伝われば、ゼペットじいさんもここを出る方法を一緒に考えてくれる。俺たちも協力するしさ。本当？本当かい？分かった、話してみる。いいよね、ジミニー。うむ。隠し事はしないと約束できるね。うん。勇気を出して正直に。だよね。僕、嘘なんてつかないよ。よしよし。今度はピノキオの鼻が伸びな。鼻が伸びない代わりに。なんだ？嫌な予感。ピノキオ、早く逃げなさい。お、逃げ足だけは早いな、さすがピノキオ。あ、捕まる、これは。ピノキオ、また捕まった。助けて、僕食べられちゃったよ。なんだって？いや、見ればわかる。なんだって？ってか見ればわかるだろ。食べられてるわ。うわぁ、ここで戦うのかぁ。まあ俺も、うわーうわー、しかも毒、うわ、毒だらけや。任せろ。俺も強く、待って、強くなったから痛い痛い、待って。ほら、もう一丁。そしてもう一回、ファイナルブレイク。やばい、毒が激しい。もう一回ファイナルブレイク。からの、ストライクレイド。オッケー。そして始まるぜ。俺の、ブリザードパラダイスが。もう一丁いた。もう一丁、まずい。回復しよう。回復、待て、回復。あ、待て、間違えた。やべえ、間違えちゃった。待て、ここ壊れるじゃん。で、回復、ブリザーが。で、これで戻ってこい、ブリザー。うわー、弾かれた。なーにー、やられたな、それは。頼む、シンバ、頼むぞ。うわ、ゼロ出してきやがった。うわ、待て、こいつやるな。オッケー。ちょっと叩き込もう。まずい。まずいぞ。ちょ、待て。まずい。回復が欲しい。待って、回復大丈夫？あるね。オッケー。癒し。もう一回。危ねえ。よかった。オッケー。もう一回ブリザードコンボしよう。オッケー。からの、もう一丁。いいよ。ただ回復使ってしまったから。あ、まずい。やばい。毒が激しい。毒がもう厄介。
あとワンゲージじゃ。クライストライクレイドからのブリザード貯めてブリザガー。オッケー。そしてとりあえず一旦回復して、でもう一回貯めーの、さあ来い。さあもう一回ブリザーガーコンボや。くらえ。オッケー。そしてまだ使える、ファイナルブレイク、あと一回ファイナルブレイクしよう。あ、ファイナルブレイクじゃないけど、いける。きたー。なんかめっちゃくるくる回ってるミッキーのカードが。オッケー。いやー強くなったよ僕。だんだん戦い方が分かってきた。ペッ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 。おー、レベルアップした。いいね。ちょっと体力増やした方がいいかもな。あ、またよく分かんないカードが来た。パラサイトケージ。お前パラサイトケージっていうのか。ニコラスケージみたいなの、お前。あー体力増やすか、ちょっと。さすがにね、CP とストック技結構やってるから。ピノキオ大丈夫か？怖いよ、助けて。ピノキオ、勇気だ。え？勇気を出して、思いっきり暴れるんだ。勇気を出して思いっきり暴れるってあんま言わないな。勇気？暴れろ、ピノキオ！うん、わかった。めっちゃ震えてる、ピノキオ。いいぞ、ピノキオ、もっとやれ、いいぞ。おー、頑張った、ピノキオ。最後、ピノキオが倒したみたいになってんな。俺らがやったのに。大丈夫か、ピノキオ。鼻伸びたまんまだ。ピノキオ、怪我はないかい？うん、平気だよ。ちょっとベタベタするけどね。あと、匂いも、臭い。鼻ずっと伸びてんじゃねえか。それより僕、いいこと思いついたんだ。僕が暴れたら、あいつも僕を吐き出したよね。ということは、モンストロのお腹の奥で大暴れすれば。おお、ピノキオにしては考えたな。そうか、苦しくなって吐き出すかも。いい案だ。よし、モンストロの奥へ行ってみよう。じゃあ僕も。いや、それはダメだ。なんで地味に。どうして？ゼベット爺さんと一緒にいなさい。うまくモンストロから出られてもまた離れ離れになったら困るじゃないか。俺たちに任せとけって。ピノキオ。うん、わかった。みんな気をつけてね。ありがとう、ピノキオ。あと俺に任せてくれ。お前らずっとモンストロの中にいろ。最低。さあ最後だ。どこだっけ、マップを見よう。ここか。左手、右、上行って、右手、まっすぐね、オッケー。左手だからあっちかな。よーし、さあ、おそらくあれだろう。ここだよな、確か。どうだ？来たー。まあ、なんでもいいと。まあ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 。これ入れちゃおう。あ？あ、ゼロじゃなきゃダメ？え？嘘？ゼロのやつなんてあるか？あったー、よかったー。これでなかったらどうしようかと思ったー。さあ、暴れるんだな。暴れるくんするんだな。ここで。さあ、どうする？ここが一番奥みたいだね。二人とも準備はいいか？思いっきり暴れるぞ。どう暴れるんだ？でも誰を相手に？僕たち一人で暴れるの？大丈夫さ。ほら、ハートレスが来るぞ。いや、もうなんか空が呼んだみたいになってる。戦うの？もう普通に一人で暴れようよ。うわ、めっちゃ多い。ん？ハートレスをやっつけるとゲージが溜まるぞ。制限時間内のゲージをいっぱいにしよう。わかりました。じゃあ暴れてやろうぜ。ゲージをいっぱいにしなきゃいけないのか。吐き出せ。うわ、めっちゃ大変じゃん。もうじゃあどんどんやっていくしかないってこと？ストライクレイド。オッケー。そしてどんどん暴れろ、暴れろ、暴れろ、暴れてやれ。待て待て待て、俺はブリザガだ。あ、まだ当たんない。やばい、減ってってる。わあ、いいね。お、ブリザガめっちゃ溜まるやん。あ、倒せばいいのか。あー、回復しちゃった。あー、頼むよ、シンバ。全部やって。あー、オッケー、ブリザガ
あー待って、あーすごいすごいすごい、あー俺全然見てなくて俺どんどん溜めちゃったんだ。さよなら。そしてもう一回ブリザか、もうちょっとあと一回やればいけるか。オッケー、どう、うわまだか、溜めて、オッケー、でまたこれファイナルブレイクやるしかないな。オッケー、でもう一回、あれ当たんない、まずい、オッケー、いやーやっぱブリザカが溜まるな、ブリザカ使おう。おれー、どう、うわーあともうちょっと、あともうちょっとなのに、頼む頼むよ、あー出てきて、あーバカ野郎バカ野郎、あーシンバ頼む、暴れて、あと44秒しかねえ、わって意外と大変、意外と大変だぞ、まずい、まずいな、ちょもう一回ブリザカやるしかない、待てよブリザカ、ブリザカ、オッケー、どう、うわー意外と大変、ファイナルブレイク、まずいな、意外とやばい、意外とやばくない、え待って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 、えこれ足りる、待て、いや待って、ジーニーとか使っちゃダメだな、いやーこれ、うわー待って、ちょっとやり方ミスってんのかな俺、待って、どうしたらいい、やーぜー、待ってこれ足んなくね、嘘でしょ俺ここでミスる、そんなことある、え、それもうすぐ僕たち発見するんだ、ダメみたいだね、なんでだろう、暴れ方が足りないようだね、ハートレスを次から次へって素早くやっつけなければ、もう一回試してみる、バーカバーカ、来たー、あーバーカ、ダンボ、なんでここでダンボなんでやねん、なんでここでダンボ、ふう、あ、あ、ひょ、モンストロがくしゃみをしたがってる、そら、うまくいきそうだ、え、何が起こるんですか、くしゃみ、あーすごーい、飛んでった、あ、出た、ん、出てなくない、だってすごい勢いで吹っ飛ばされたな、ピノキオとゼペット爺さんはどこにもいないね、でもどうやら無事に脱出できたようだ、あれ俺らはピノキオの両親なのに置いていかれちゃったな、地味に、なあに二人が無事ならそれでいいんだよ、でも本当に置いていかれたのかもしれないね、地味に、どういうこと、私が覚えていたピノキオは正しいことと間違ったことの区別もつかない子供だった。なのにいつの間にか私の想像以上に成長していたよ。もう私がいなくても大丈夫さ。地味に、私が口うるさくしたら、ん？口を、ん？うるさく口を出したら、かえって彼が本当の良い子になるのを邪魔するかもしれない。何言ってるんだよ。ゼペット爺さんが言ってた、大切な人に、ごめんなさいちょっと今右、あー待って待って、今ヘッドセット、今いいとこの話なんよ、なんでやねん、ゼペット爺さんが言ってた、大切な人に再会するほど嬉しいことはないって、ピノキオもまたジミに会うの楽しみにしてるさ、あーそうだね、そう信じよう、うん、なんかチェーンオブメモリーズ、なんかいい話ばっかだな、すごい感動する、まあこれでここも終わりかな、よいしょ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 、セーブがあることを願ってます、この上にありました、セーブしましょう、それでは皆さんまたさよなら、またさよならって日本語おかしくね。